どうも部長です。今回は最新キットのレビュー動画でございます。しかもそのキットまだ発売前、開発中テストショットのサンプルをいただいたんで、そちらを発売前最速レビューしちゃおうと思います。そのキットというのがこちらです。ボークスさんの100分の1オージェアルスキル、5スターのキットですね。価格は税込みで9680円。12月5日のホビーラウンド25で先行販売されてるんですけれども、一般販売は12月25日発売となっております。買おうかどうしようか迷ってるという方は参考にしていただけたらなと思います。では早速いっちゃいましょう。さあ、それでは早速中身を見ていきましょう。こちらが説明書ですね。まあ説明書とは言うものの、こちらまだ、テストショットなので、サンプルですね。はい、なのでこちらはまだ本になっておりません。コピーでしょうね。はい、こんな感じで、いいですね。まだ箱がないんですが、おそらくこれが表に来るんでしょう。箱絵になるんだと思います。いや、こちら完成見本でしょうね。めちゃめちゃかっこいいっすね。このシルバーなんだろう、何シルバーなんだろう。多分指定はあると思うんですが、どこに書いてあるのかな。一番後ろかな。あ、塗装の内訳は4ページのカラーガイドにて確認してくださいと書いてあります。4ページか。あ、最初の方にあるんですね。あ、ここか。あ、ガイアノーツさんのダークステンレスシルバーなんだ。クレオスさんのだったり、ガイアノーツさんのがほとんどですかね。持ってるといいけどな。さあ、こちらがデカールですね。デカールはちょっとしかないですね。まあここはデカール苦手なんで助かります。さあ、白のパーツの色味はこんな感じ。まあ白というよりはアイボリーですかね。そんな感じです。だいぶベージュっぽい感じの白ですね。さあ、こちらのオージェアルスキュル、プロトタイプナイトオブゴールドということなんですが、パーツの形状は全然違うように見えるんですが、どうなんでしょうか。仕組みが同じような感じってことなのかな。さあ、こちらはポリパーツです。はい、結構あるんですね。そしてポリパーツと同じような紺色のパーツ、こんな色味です。あ、すねのところなどパープルのパーツもありますね。そしてシルバーのパーツ、いや、これはピカピカに磨き込みたいですね。でかい、この大きいシルバーのパーツがね、防御用ということなんですが、現状では回避性能が上がっているためあまりいらなくなっているやつだということらしいです。こんなにかっこいいのに。まあ実戦はしないという前提で作られているので、これもついているらしいです。説明書を見ていくと、いろんな関節部分がですね、固定用と、可動用と選択式になってるみたいなんですよね。これは美しいポージングでパシッと立たせたいよっていう人は固定を選んで、いろんなポージングをねさせて楽しみたいよっていう人は可動の方を選択するようです。まあそんなにガシガシ動かして遊ぶようなものでもないと思うので、僕は可動よりも固定にしようかな。飾るときにね、なんかいろいろポロポロって取れちゃったりとか、
すんのも嫌なんで、で結構ねあのガシャンって倒しちゃったりとかね、ナイトオブゴールドの時にしちゃったんで、固定のパターンあるの嬉しいな、固定にしようかな。なるほどですね、稼働用のポリパーツと一緒に固定用のプラパーツ入ってるんですね。あ、これはありがたい。正直ね、僕みたいなあまり5スター系ね、そんなに作ったことない人間からするとね、もうほんとナイトオブゴールドの時にピシッとかっこよく立たせることがね、撮影しようとしてなかなかできなくてめちゃくちゃ苦戦したんですよ。こういう配慮はね、いや慣れてる人はねいいと思うんですよ、ピシッとね、うん、できると思うんですが、私みたいな5スター初心者からすると、うん、やっぱりビシッとかっこよく立たせるために固定用が選択できるっていうのはこれはありがたいっすね。正直ナイトオブゴールドもね、完成させたんですけれども、すだち以外やったことないです。うん、だからね、すだちが、うん、いかにビシッと決まるかっていうところで、だからいい感じに決まるようにもう固定されるってことでしょ。うん、これありがてえな。なんかちょっと不安に思ってた部分が一つ解消された気がします。まずは恒例のちっちゃ袋に分け分けタイムからいきましょうかね。最初は頭部パーツだったかな。うん、はい、最初は頭部の組み立てからなんで、頭部パーツをとにかくちっちゃい袋に入れていきます。さあ軽く組んでみましたが、スナップフィットではないんですがね、まあパシパシっと合わせてピタッと合いますね。うん、これはもう別に組んじゃっていいかな、接着していこうかな、あとあと困るようなこともなさそうなので、うん、これはもうゲート処理して接着しちゃおう。おそらくこれはパーティングラインだよね、この部分ね、えディテールじゃないよね、パーティングラインだよね。これ消すよ、消しちゃうよ、いいよね。さあ頭部できましたね。プロトタイプナイトオブゴールドということなんですが、まあナイトオブゴールドに比べると頭ちっちゃいですよね。まあこの上部の部分ね、まあちょっと軽く光で飛ばしときますね。この辺のデザイン的なところはナイトオブゴールド的でございますけれどもね、あんまりお見せできないので光で飛ばしておりますがね。さあフェイスなんですが、フェイスは2種類選択式になっておりますね。まあ A の26と A の23なんですが、まあここは一番オーソドックスな方の A の26がいいかな、そっちが好みかなと思っております。さあフェイス&頭部完了でございます。まあ先にね頭部から塗り始めちゃってもいいんですけれども、一旦うん様子を見るために全部のパーツを小分けにしていきましょう。さあ続いて胴体ですね。パーツ数はそんなに多くはないでしょう。うん、多くはないですがね、塗装とかがどうなんだろう、結構塗り分けあるのかな。うんね、ここもパーツ切り出しからいきましょう。さあ胴体基部できました。こんな感じ、パーツも少ないしなんかすごい組みやすかったですね。ナイトオブゴールドより組みやすさで言ったらもう全然こっちの方が組みやすいですし、あの組んだ後もなんかすごいしっかりしてるんで、まあこの後外装がどうなのかなんですけれどもね、とりあえず基部はこんな感じでしっかりとできました。
さあ首の部分のパーツですね。こういったところのモールドの繊細さ、美しさはさすが5スター、さすがボークスといったところです。外装パーツ少し取り付けました。外装パーツだけ接着せずに、あとは順次接着しながら組んでいっております。ここまでは非常にスムーズに組めましたね。パーツの合いもいいですし、サクサクっと、テストショットなんですけれども、それでもサクサクっと組めちゃう感じが、うん、これ本当ちょっとね、あんまり褒めちぎるのもステマみたいで気持ち悪いなと思っちゃうんですけれども、なんかね本当に組みやすい。これは5スターに慣れてない私でもサクサクっと組めちゃうあたり、そして前にナイトオブゴールドを組んだ時との比較をしてもめちゃくちゃ組みやすいですね。まあこの先結構難関な部分も出てくるのかもしれませんが、今のところは何のストレスもなくサクサク組めております。肩の上部の部分のこのパーツのこの線は多分合わせ目なんで消していこうと思います。でね、パーツがところどころちょっとね、ニッパーで切った時にえぐれてしまったりとかしてますが、普通に切ってるんですが結構ポロッといっちゃうところがあるのは多分テストショットだからだと思います。ね、あまりにも簡単にポロポロっとえぐれちゃいましたんで、なので、瞬間クリアパテで軽く埋めて硬化スプレーをシュッとやって簡単に埋めております。さあ足のフレームなんですが、こちらも固定式を選んでおります。まあでもね、驚いたのが組んでそのままだったら動くんですね。ちょっと勘違いしてました。がっちりもう最初から軸があるのかなと思ったら、組んだだけだったら動かすことができます。これを接着して固定する感じですね。だからポージングは決めれるんですね、自分で。これはいいですね。だから今のタイミングでもうポージングを決めてる人はこのまま接着する。そして、ポージング後で決めたいよっていう人はまだこの段階では接着をせずに、組んでから、後で流し込みとかで固定するみたいな感じですね。面白いな。なのでフレーム自体はね、共通ですね。固定式も可動式も。ただ、中に、入れてるのがポリパーツなのか、プラパーツなのか。ポリパーツの部分がね、中に入れてるのがプラパーツになってるんですよね。なので、流し込みとかを、流すと、ガチッと固まるという感じですね。さあこちらは足首のアーマーなんですが、このように一部装甲はアンダーゲートになってますね。これはありがたいですね。さあここの部分がっつり合わせ目出ちゃうんですが、後はめ加工とかいろいろするより、内装の方先にもう塗っちゃってからマスキングをして合わせ目消して塗るとかの方がかえってやりやすいんじゃないかなと思っております。後はめ加工できるのかな、ちょっとね、怖いんで普通に塗っていこうかなと思います。さあこの足の側面の部分なんですが、ここ開いたバージョンと、閉じたバージョン両方で組めるみたいですね。中のメカがねチラッと見えるのかっこいいんでね、開くのもいいなとは思うんですが、もうここは好みかな。僕的には閉じてる方がシュッとしててかっこいいなと思うんで、僕は閉じて作ろうかなと思います。
さあ、とりあえず仮組が終わりました。まあこうやって各ブロックごとにね、袋に入れて分けるとなかなかの量なんですが、まあでも KOG に比べると結構少ないし、かなり組みやすいですね。さあ、ここからは合わせ目消しと消しきれてない部分を修正したりした後、表面処理をして、そして塗装に入ろうと思います。ポーズ固定用のパーツなんですが、腕とかの部分には特になかったですね。だいたい足とあと股関節ぐらいでしたね。まあそれで十分なんでしょうね。まあ、一番大変なのは足ですから、足さえしっかりしてればしっかりとポーズを固定することができると思います。でスタビライザーの部分なんですが、この長いやつとこの収納されてるタイプとの選択式になっておりました。長い方がかっこいいんじゃないかなと思ってこちらを選択しました。さあ、どんな色にしようかなというところなんですが、設定画のイラストと、完成見本の色味全然違うんだよな。どうしようかな。設定画ではね、だいぶ色がね黄色いんですよね。この黄色っぽい方がかっこいい気がするんだよな。なので、こっち寄りにしつつ、でもグレーじゃなくてもっと、シルバーにはしたいなとは思ってるんで、ちょっとその辺のところを考えながら調色してみようかなと思っております。白の部分クールホワイトプラスのキャラクターフレッシュキアライエローで、乾燥後にホワイトパールで上塗りという感じですね。ファレホーの場合だとアイボリーだというところなんですが、もう少し、黄色というかフレッシュが強くていいのかなとも思ってるんで、その辺のところちょっと、様子を見ながら調色していきます。さあ、こちらファンデーションホワイトと、キアライエロー、そしてレドームでこれぐらいの感じのちょっと黄色みの強いアイボリーを作りました。これを機体のベースの白に使いたいと思います。さあ、白のパーツこんな感じになりました。いい感じになったんじゃないでしょうか。まあレジンキットの元の色みたいな感じになりましたけれども、でこの上からホワイトパールという指定なんですが、ちょっとどうしようかな。ただホワイトパールを塗る前にここのパーツ、合わせ目が出ちゃうところ、ここをなんとかしないといけないなと思ってます。ここね。なので内部フレームのブルーブラックっぽい、これを先に塗ってから、マスキングをして、でこちらの合わせ目消しをしてっていう手順にしようかな。せめてすねのところ、足首のところだけでも。さあ、関節色こちら使ってみるのも面白いかもしれないですね。プリズムブルーブラック、こちらガイアノーツさんの変更塗料ですね。黒にも見えたりブルーにも見えたりするみたいな感じなんで、意外とちょうどいいんじゃないかな。少し色味は違うかもしれませんが、こちらでやってみようかなと思います。さあ、白の上から塗るホワイトパールはガイアノーツさんのオーラパールホワイトですね。これにしようと思います。ダンバインカラーのやつ。さあ、塗っちゃー組んで塗っちゃー組んでしていっておりますが、自分的にはこの内部フレームのプリズムブルーブラック、これがすげえハマったんじゃないかなと思っております。いかがでしょうか。まあ設定のね色よりもだいぶ濃い感じにはなってるんですが、それがいいかなと、自分的にね、いいチョイスだったんじゃないかなとか思ってます。この
光が当たった時にちょっとブルーっぽくなるみたいなね。この質感が、うん、こいつのフレームには合ってるんじゃないかな。どうだろう。ちょっと罠がありましたね。テストショットだからなのか、この足首のところボールジョイントなんですが、あのはめるのめちゃめちゃ硬かったです。だいぶヤスリで削ってなんとかはめましたが、どうなんでしょうね。製品版の時にはそこは結構変わってんのかな。さあ今回はキットレビューなんでね、アーマー裏とかのあんまり見えないところの細かい塗り分けは、ちょっと時間的にもあんまりないんで今回はなしでいこうかなと思ってるんですが、どこまでやるかな。でもね、意外ともうパーツ的に塗り分けられてる部分とかも結構多くて、まあ細かい塗り分けまでマスキングしてやらなくてもある程度は、塗り分けられた感じになると思います。このアーマーの裏なんかも別パーツになっておりますしね、いい感じですよ。さああとはシルバーの大物パーツなどが控えておりますが、さあこのシルバーどうしようかな。あんまりね、いわゆるミラーみたいな感じにはしたくはないかなと思ってるんですが、それでもね、ある程度は、キラッとした感じにはしたいな。何シルバーがいいだろう。シルバーはこれでいこうかな。やっぱり大好きなガイアさんのプレミアムメッキシルバー。はい、あのミラークロームじゃなくてね、プレミアムメッキシルバーの方、こっちはあの鏡面になりすぎないぐらいでいい感じに重たいシルバーになってくれると思うんで、これでいこうと思います。メッキシルバーの下地にはこちらの EX ブラック、はい、これに、光沢クリアを混ぜて下地にしようかなと思ってます。さあシルバーもなかなかいい色味になったんじゃないでしょうかね。あまりにもミラーミラーした感じではなく、いい感じのメッキ調ぐらいの感じですね。さあそして赤の部分塗装していきます。色はですね、ハーマンレッドでいいんじゃないかなと思っております。どうかな、割と隠蔽力高いと思いますのでね、これでいってみます。シルバーの上からでも綺麗に発色してくれるんじゃないかなと思います。でちょっとずつマスキングして、塗っては剥がしてみたいな感じでねやっていきます。さあ赤の部分塗り分けが終わりました。まあそんなに大変なマスキングではないんですけれども、まあ、パーツとして分かれてはいないのでそこそこ、塗り分けが必要な部分がありますね。あと裏側もね塗り分けあるんですが、これそこまでやるかどうか今悩み中です。まあ正直そんなに見える部分ではないんですが、まあ、がっつり制作だったらぜひとも塗り分けたいところなんですが、まあ今回キットレビューなんでね、そこまではやんないかもしれないです。まあここの部分、このパーツをねもう何も考えずに接着してたんですが、ここの塗り分け、これを接着する前に塗装しちゃった方がやりやすいです。ちょっと私ね、その辺のところ考えずに接着しちゃったんで、この辺の部分がマスキング大変だったんですけれども、ね、ここは、塗り分けてから接着した方が良さそうですね。今ふと気づきました。この顔の後ろのところ、これパーティングラインだ。なんかモールドだと思って見落としてたけれども、ちょっとこれ消さないとな。
まあここはね、白の部分なんでこの上から塗る予定だったんですが、塗る前で良かったですね。ここはヤスリがけしてしときましょう。意外と白、紺でシルバーっていう感じの塗り分けがありますね。ちょっとここまで来て気づいたんですが、全体的に見えないところとかね、見えにくいところ、アーマー裏などはちょっと塗り分けは今回は省略しているんですが、ここの部分、ここ端っこ黒いライン入ってますよね。ただモールドが特にないんですよね。本来ここ黒いラインが入ってるはずなんで、一応ここは思いっきり表に出る部分、特にすねなんで目立つんで、一応塗り分けようかなと思っております。さあ今回はアーマー裏などは、まあ、マスキングで塗り分けなんかはちょっと諦めてるんですが、それでもね、やっぱりこういうパーツなんかはなかなか塗り分け大変ですよ。表だけでも、裏は特にね、塗り分けてないんですけども、さらに裏があるんでね、大変なんですけれども、裏を諦めたとしても表だけでもこの辺とかは結構マスキング大変でした。この辺なんかもそうですね。ここの部分、シルバー塗り分けなんですね。別パーツじゃないんですよ。こういうのがちょこちょこ潜んでるのでね、注意が必要です。さあ墨入れもしていってるんですが、墨入れ白の部分はあんまりくどくなりすぎないようにグレー、まあちょっと濃いめのグレーですけどもね、ダークグレーぐらいで墨入れしていっております。というわけで見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ私の感想としていいなと思ったポイントが3つ、まず1つ目は作りやすい。まあ5スターのキットは前にあのナイトオブゴールドをね作って、まだ2つ目なんで大したこと言えないんですけれども、まあ最新キットでめちゃめちゃ作りやすいって言われたあのナイトオブゴールドよりもさらに作りやすかったんじゃないかなっていうふうに感じました。パーツの愛とかもね非常に良かったです。そして2つ目、やり込まなくても十分にかっこいいというところですね。これはねプラモ初心者、そして私のような5スター初心者としてはとてもありがたいですね。特にアーマーの裏とかバインダーの裏なんかね、あの別パーツ化されてないんで、これをマスキングで綺麗に塗り分けたりとかしようとするとまあめちゃくちゃ大変なんですよ。でも今回はね、今回の私のように、もうその辺のところすっ飛ばして、まあ表に出ている目立つ部分だけ、頑張ってマスキングで塗り分けるっていうだけでもまあ十分めちゃくちゃかっこいいんじゃないかなというふうな、そういうようなキットだなと感じました。そして3つ目はですね、固定ポーズが嬉しい。これ5スターのキットはね、綺麗に立たせるっていうのがねすごく難しいんですよ、慣れてないと。だから固定ポーズのパーツが入ってるっていうのはね、本当にありがたいなと。しかもですね、
固定ポーズが最初から決まってるんじゃなくて、自分でポーズを決めてから、流し込み接着剤なんかでカチッと固めるっていうタイプなんでね、自分の好きなポーズで固められるっていうのは非常にありがたいですね。まああとは問題はお値段かな、9680円、まあ1万円弱ですけれども、これねプラモデルとしてはまあ決して安い価格とは言えない。まあまあ5スターのガレージキットとかを見るとねめちゃくちゃ安いんですけれども、まあプラモデルで考えるとなかなかの額なんでね、その辺は、ご自身のお財布と相談という感じですかね。でもまあ1万円十分出す価値のあるキットなんじゃないかなとは思いますね。で今回私ね、まあやりたいことは半分もやれなかったかなとね。表面処理もあんまりやれませんでしたしね、まあ、アーマーの裏なんかの塗り分けなんかもね、キットレビューということでね、大急ぎで作ったもんで、その辺やれなかったのがちょっと残念かなとは思うんで、結局製品版買っちゃいました。今度はねこちらをじっくりとがっつり作り込んで、まあ、表面も磨き込んだりとかねして、ゆっくりまた制作動画を撮れたらいいなと考えておりますので、そちらの方もぜひお楽しみに。というわけで今回のお相手は部長の鉄夫プライムでございました。チャンネル登録よろしくお願いします。